み新スペシャル回復雨降らしが来たということで、一体どういうことなのか。今回 R-5B で味方を回復しまくってゴリ押しで矢倉を進めていこうと思うわ。まあ、体力は無限と言っても過言じゃないんで、雨で常に回復しながら矢倉をゴリ押していく、これ完璧でしょ。今日の動画は全部ノックアウトかもしれない。まあ、ギアはめちゃくちゃ適当なんだけど、まあ、雨降らしがあればゴリ押しできるだろう。雨降らしでどんぐらい回復するか、まあ、そういう検証も兼ねて今回のどんやっている。僧侶だから実質よく異世界転生とかで僧侶が一番モテるじゃん。やばい、大ダメージだ、死にそう、もうダメだ。回復魔法チュイーって、ありがとうキラーさんみたいな感じでモテるかもしれない。今回はスプラトゥンでモテていく。あ、任せて、回復アモールの雨、絶対みんなこれアモールの雨って呼んでそう。雨役に立ってる、味方に当たってるのかな。どんぐらい回復してるか一切わかんないんだから、ここはちゃんと狙撃キングしていく。スプラトゥンにおいて回復スペシャルって今まで一切なかったんだよ。新しい世界と言っても過言ではない。まあ、あったとしたらまあアーマーぐらいだな。インクアーマーとかあったけど、あれは回復じゃないからな。アーマーがついてちょっと体力が多くなったって感じなんだけど、この雨降らしに関しては全く新しい別次元。これで味方回復していく。どうだどうだ、回復してるか、回復しか、いや死んでるなんか味方あれおかしいな、今雨の中で戦ってたよな。なんで味方負けてんだ。いや分かんない、雨降らしはじわじわと回復するから、そんなになんか対面でご料理強いみたいな感じじゃないのかもしれない。まあワンパンされたら意味ないもんね。危ない、危ない。でももしかしたらシューターの確定数とか変わりそうじゃない。一発耐えたら結構スプラトゥーンっていう世界かなり激アツだと思うんだが、なんかいるわ。弓がジャンプしないでください。めちゃめちゃピョンピョンするじゃん。可愛かったけど、それで買わせれたから可愛くないです。これ一旦また雨降らし、今回はだいぶ僕役に立ってんじゃない。雨降らし味方も援護しつつ、これ味方のそうそうそう、ダイナモに当てていく。どうだダイナモ、頑張れ頑張れ頑張れ。あれ、まあまあまあ雨でキル取れたからいいでしょ、一石二鳥。そこ回復だけじゃない、敵にダメージも与えることもある。ここはかなりきちい場面だ。あー、どうだ、今とか雨降らし役に立ってるのか。なんか回復してるって感じがしないよな。なんか音とかないの、なんか回復みたいな、チュルチュルチュルみたいな回復みたいな効果音とかあったらいいんだけどな。そこのとこどうなんだ。しかもサメライドとかワンパン系のスペシャルとか技があったら雨降らしあんま役に立ってない気がするんだが、まあそこまあ、これ勝ったわ。残念、シュパシュパは僕得意なんですわ。相手が悪かったね。僕ペチペチめちゃめちゃ得意だから、なぜかペチペチだけよく当たるんだよな。もう一回雨降らしたみたい。雨降らしてヤグラに投げようか。ヤグラに投げたらワンチャンうまくね、僕エイム今日輝いてるわ。まあ、今日授業中ぐっすり寝てたからな、その分の活性力があるのかもしれない。雨でこれヤグラ、あれヤグラどこ、ラストゲーミング、ここで雨降らしでゴリ押ししていく。任せてみんな、希望持って、雨降らしは本気を出せば。任せてみんな、アモールの雨回復していけ。チュチュチュ、これ自分も当たる。回復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 、どうだこれ、回復してる、してないよねこれ回復。あれ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 、僕のスイッチちゃんとアップデートしてる。あれおかしいな、なんで負けた。ごめんみんな、わからん。これ雨降らしって本当に回復っていうスキルついてる、これちゃんと回復してんのかな。マジでわかんない、今のところに何の恩恵も受かってないんだから、わかんない。味方にとっては意外と回復してるって感覚あるのかな。なんか演出とかあったらいいのにね、キラキラキラって回復してるみたいな感じがあったらいいんだが、今のところそういう演出もないんで。あそこスプラトゥーンって置いて、ちょ回復って要素がちょっと地味すぎるな。だって一発で死ぬじゃん、回復が遅すぎるしね。おじわじわじわ回復みたいな感じだから、あんまり期待しない方がいい。ワンチャン耐えれるかもぐらいの感じの保険として見た方がいいのかもしれない。しかしここはもう一回雨をためしていく。これは敵に投げる、もう櫓にはもう投げない。敵に投げた方が強いじゃねえこれ結局。ほらあれ、雨降らしは敵に投げた方が強い、本当だからだ。根拠を言え、味方に投げる根拠。今日から僧侶じゃなくて武闘家僧侶になるわ。僧侶だってザキが使えるからな。これ1秒間どんぐらい回復してんだろうね、わかんねえわ。そこのところが確定数とかあんま変わんないレベルなんじゃない。多分3ダメージぐらいしか回復してない気がするスプラにおいて3ダメージってまあ誤差だからな、スプリットダメージ回復程度なのかな。そこのところちょっと誰か検証コメントしてほしいところなんだが、一発当たってる。サーマルインクで場所は全て分かった、これ強すぎる。やはりチャージャー時代来てるねこれ、完全に。やっぱ僧侶もキルする時代だから、そうこういう多様性を認めていきたい。僧侶だから戦わずに後ろでペチペチしとけばいいんじゃよ、前線は俺ら剣士に任せとな。ぬるい、今の令和の時代両能で生きていきたい。僧侶も前線に行くから多分一番最初に倒されると思うけど、それでもいい、僕はそれでも威厳を示したいよ。これめっちゃキル取ってない雨降らしも、雨降らしがあることによって安心する。プラセボ効果、鉛筆回しを見せていきたい。見ててよ、うーん全然回せてないわ。鉛筆の連射スピード遅い。どうやら雨降らしは回復スペシャルじゃないっぽいな。いやワンチャン回復してるかもしれんけど、今のところ恩恵は1ミリも感じない。なんならもう敵に投げた方がキル取れるからアドイみたいな、そんとこあるよね。
もう分からん、これからなんかプロプレイヤーとかが雨降らしは回復スペシャルです、味方に投げましょうっていうなんか動画出したら多分味方に投げるんだろうな、みんな。そう、スプラトゥーンっていうゲームはプロゲーマーの発言によってゲーム性変わるからな。これ結構ガチだと思う。割とガチな気がする。プロゲーマーの会見をと僕は待ちたい。一旦僕のエイム見てくれ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。あー、全部外したわ。ひどすぎる。ひどすぎる。めちゃめちゃロングブラスターの硬直全部外したんだが、まあ、関係ない。こいつはまず僕がしばくでしょ、うん、一人。で、僕が倒されるわけね。誰かザオリクして。僕の視聴者なんかポケモン知らない人多すぎひん？パルの動画出したけど、ポケモンって何？みたいな。意味わからんコメントで溢れてたわ。ワンチャンドラクエとかもみんなわかんなきゃいけないし。アモーラの雨っていうのを説明すると、まあ、気持ちいい雨みたいな。癒しの雨。やば。ああ奇跡が起きてしまう、ここで。ロングブラザー今強くねえ、なんか。スーパーセンサー獲得してからロングブラスターが一番暴れてる気がするんだけど、明らかに環境武器だよな、あれ。リードされる。後ろから接近戦。2人持っていく。3人持っていく。よし、4人持っていったわ。普通に負けそう。普通にきつくない？大丈夫これ。1人入り込んでる。なんで2回当てたの？おかしい。相手の方がアモーラの雨使ってるわ。もう。そういうこと、アモーラの雨ってそういう文句を言いたくなるっていう、そういう擬音のダブルミーニングだったのかもしれない。ここで一発雨降らしを貯めてしまう。いや、雨降らしは使うまでもない。こいつはやべえ。痛いな、お前。くっそ、何回当てたらいいんだ。ダメージを90ダメージくらいにしてほしい。なんか2カップで倒せない時がある。やばい、よしよしよし。雨で、なんだかんだ雨が結構刺さってんな。味方も回復していけ。味方回復したら雨降らしアシストポイント入るのかな。インクアーマーだったらインクアーマーがついた味方が倒してくれたら一応僕のアシストポイントみたいになるんだけど、そこのところが僕気になりますね。一発当てた、よし、うますぎる。今日から僕プロゲーマーになっていい？僕プロゲーマーになったら嘘情報めちゃめちゃ流そう。今環境武器は Rペン5B です。今すぐ使いましょうって。めっちゃ環境操作したろ。で、裏で普通にリッター使って無双して XP を上げるっていう。まあまあ任せて、雨降らしで最後ゴリ押しするわ。最後だけ雨降らしの回復量みんなミス。よし。エイムが輝いてるぜ。やっぱサーマルインクとめちゃめちゃ相性いいよな。サーマルで敵の位置わかるから2発目がめちゃめちゃ当てやすい。いや、リッターがこっち見てるけど。残念。こっちの方が手数が多い。リッターは1発しか受けないけど。こっちは5発撃てるんだぞ。やべ。雨で一旦お茶を濁す。まあこれ回復刺さるんじゃない？みんな回復して。僕が回復する。やべ、雨降らしが移動してる。待って、雨降らし待って。雨降らしが勝手にどっか行ったんだけど、あいつ。僕のところにずっと留まってほしい。マリオカートの稲妻みたいに。ああ、なんか毎年雨降る時期あるよな。